ガオちゃんの西成チャンネル。おはようございます。めっちゃ天気ですね。今日は夕方はザ・ハウス新ラブマシマシというライブで、夜は吉本漫才劇場でニゴリです。めっちゃ眠い。まだやかりにして寝したいと思います。頑張ります。ちょっと朝ごはん食べます。最近ね、バナナとこのプロテインでちょっとパワーつけてます。ちょっと1日に2本ライブはなんか僕あんまなくてあれなんで、間違えたらあかんので、ちょっと今から散歩棒でも行って、散歩しながら頭ん中でネタとか練習しようと思ってます。まあ頭ん中と言わずね、公園とか行ってバナナ前ね、ちょっと気持ち高めてライブはしごしたいと思います。めちゃくちゃ天気良くて気持ち高まりますね。ライブ2個あるから体力もいるんで、まあ気持ち高まりすぎん、高まることないんですけど、まあ異常な高まりはせんように気をつけたいと思います。というのも、気持ちって高まりすぎたら逆に低まるっていうのがあるんで、それはマジであるんですよ。西成チャンネル。最近朝結構走ったり歩いたりしてますんで、この時にね、いろいろ整理します。ちょっとね、ネタ3つあるんで、朝のうちにもう全部仕上げといて落ち着いて生活できるようにしたいです。ちょっとね、ファミマ見つけたんで、アイスコーヒー食べたいと思います。こういうね、チルドのアイスコーヒー美味しいですね。飲むって言ってもいいんですけども、食べるって言った方が体に染みていく感じするんで、まあ通ってる道一緒なんで、飲んでも食べても。ちょっとええ感じの公園あったんで、そこで練習したいと思います。食べたらうまいね、入るね。ニトリの裏にええ感じの公園があるんで、ここでちょっと練習したいと思います。はい、ということで、結構がっつりみっちり練習できて、結構ある程度入ってるんで、なんやかんやして、まあ気持ち高める作業をして、あれしたいと思います。気持ちいい天気やね。天気がいいから猫ちゃんがいますね。西成猫ちゃん。こんにちは。あ、どっか行った。すー。練習させてもらってまーす。どっか行った。いや、朝ね、ちょっと、歩いたり、公園行ったりしてめっちゃ練習したんですけど、むっちゃいい練習できましたね。なんかちょっとね、ご飯食べて本番楽しみです。いや、天気もむっちゃ気持ちいいから、まあ頑張ります。西成チャンネル。ちょっと、部屋片付けて気持ち高めます。むっちゃ天気、洗濯もまず入れて、ちょっと部屋コロコロとかかけて掃除して、でまた洗濯も干してご飯食べて気持ち整えたいと思います。天気いいから洗濯物も干してますわ。これかなり状態いいよ。朝から外でウォーキングとちょっと軽走りして、で掃除して洗濯して、でそれ終わりにいい感じにご飯食べます。これは気持ちたくなって、ネタもね、一応今日は早めに仕上げといたんでワクワク感あります。毎日こうでなくっちゃね、飽きませんな。よいしょ。気持ちいいね、洗濯って。タオルめっちゃ使うんで、タオルめっちゃありますわ。2日に1回ぐらいね、こんだけタオル洗ってるんで。タオルまだあります。まあ、タオルとともに、はい、やらせてもてます。気持ちいいです、この天気で。洗濯も部屋もわりかしすっきりしました。ご飯食べます。西成チャンネル。鍋うどんでもします。こんな感じで。ちょっと今から、2つライブあるんで、いっぱい食べておきます。ウィンナーと、白菜と、もやしと、えのきと、うどんの鍋です。ポン酢で食べまーす。いただきまーす。ここがっつりでーす。がっつりやらせてもらってまーす。うどんと、豆腐とかも。毎日これで、安いっすからね、これ。500円もかかってへんのちゃいます。もうポン酢で何でもいける。マロニーも入れちゃいます。マロニーは好きで好きで。熱っ。今日思ったより熱いね。気持ち高まってきております。やるでやるで。やりますぜ、今日は。
ああ。はい、じゃあ、ちょっと行ってきたいと思います。まあ、今日はこういう感じで。意外とあったかいんで、こういう感じで行きたいと思います。ちょっと青めですけど。まあ、ちょっとね、行ってきたいと思います。西成チャンネル難波の方到着しました。ちょっと晴れてたんですけど、ただ結構も多くなりましたね。洗濯が心配です。ちょっとハウスの方に、今向かいたいと思います。行きまーす。ということで、ちょっとハウス到着したんで、行きまーす。はい、到着しました。ラブマシマシの楽屋到着しました。はい、いつもの面々をお願いします。お願いします。どうもハロー。ねえねえ。あずまくん。あずまです。放課後ボーイズガヤマちゃん。ありがとうございます。サムライスライス。加藤侍。加藤さん。お願いします。お願いします。いやいや、そのスケルトンリーゼントええねん。スケルトンリーゼントでかいな。お願いします。あ、お願いします。マッシャイ。お願いします。お願いします。今日も楽しみですね。はい、楽しみですよ。ちょっと前から20分ぐらいですかね。そうです。全然空いてないんで。はい。なんかすぐまたあった感じやね。はい。はい、今日も頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。ネタとコーナーの、頑張ります。お願いします。はい、リハ終わりまして。間もなくでございますね。はい。今日ネタ間違えたらさ。あれあれあれ。殴るか。おいおい、ちょっと。ああ、すいません、代わり。そんなあれなんや。僕ら、ストイックに。やったー、山中さん。マネージャーの西田、山中さん。ありがとうございます。はい。どうでしょうかね。今日は前回仕上がってます。そうですね。コーナーも楽しみです。はい。僕もちょっと頑張ります。はい。ありがとうございます。頑張ってきました。西成チャンネルどうでした？ライブ司会終わりまして、楽しくできました。盛り上がりまして。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったですね。またちょっと次。いや、楽しかったですね。よかったです。ありがとうございました。コーナーも。ありがとうございました。ありがとうございました。ラブマシ。楽しいライブ。楽しいライブでございます。またまた。コーナーですね。ありがとうございました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 。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後。クラシック。ちょっとクラシックネタで。まあまあ、またちょっと。ね、やりたいですね。ぜひ1月やってください。はい。サムライスライスもちょっとね。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ではまたまた。お疲れ様です。じゃあ帰りたいと。帰りたいと。ちょっと移動したいと思います。西成チャンネルはい、ということで、ラブマシマシ終わりまして、ちょっとこの後、まあそんな時間カツカツじゃないんですけども、吉本漫才劇場の方で、でも2号りがございます。今日ね、久々にずっと無観客やったんですけども、たくさんありの、ライブとなるんで、はい、盛り上げたいと思います。ちょっと向かいます。西成チャンネルお願いします。お願いします、ガオさん。ニングリライブ。今日久々にお客さんありで。そうね。はい。嬉しいです、ね。嬉しいね。はい。これガオちゃんのネタが、はい。ほんまに、本格的にこう、滑ってる可能性が。いやいや、今まで、その滑れるつも隠せてるやけど、やらへんで。無観客やから滑ってんのバレんかったね、やらへんなら。今日はでも受けるやつですか、ガオさん。今日ちょっと盛り上がるネタを、ちょっと持ってきたんで。コーナーもね、中江湾で、はい。楽しいやつなんでね。はい。ぜひ。盛り上がっていきましょう。ナイス。西成チャンネル。あ、終わりました。ありがとうございました。あ、料理終わりまして。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日も楽しかったですね。はい。はい。あでした。中岩グランプリ。中岩。久しぶり。はい。はい。あのね、あの三段落ち、三段落ち。ガオさんのネタ。はい。素晴らしい。終わりました。まだまだ。はい。今年ラスト一回。そうです。次がね。早いですな。もう来月終わりですし。はい。はい。でした。お疲れ様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 でした。今日もご無沙汰。久しぶりのヒューマンさんまたご無沙汰で。はい。はい。最高でしたね。久しぶりの、観客ありで。はい。俺一人で喋ってた。来月また、来月ラスト、今年ラスト。はい。お願いします。あ、フェイス。あれ、2時間。そうなんや。これはでも、大ヒットの企画でしたからね、お前。ヒット、ヒット。はい。はい。お客さんの心とね。そうですね。ガオちゃんだけネタはやってもらおう。はい。ありがとうございました。ではでは、来月、本日ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。よいしょ。よいしょ。ありがとうございました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 。また。あ、もうすぐ、ケンちゃんはね、西成チャンネルライブもまた。あ、ありますね、12月に。皆さんもまた。はい。ケンちゃんはまあ、アドバンとかあるし。西成チャンネルに当たる部分。ちょっとサクッと黒門の末広湯行きたいと思います。
石成チャンネル。いやー、最高でした。最高でした。いや、いいですね。もう富士山がバーンってあって。あれ富士山ですか？海外っぽかった。海外の。海外の富士山。海外の富士山。海外やったら富士山じゃないじゃない。いやいや、あー最高だったな、はい、あー気持ちよかった、ありがとうございます、お疲れ様でした、今日は疲れてましたね、めちゃくちゃぐっすり寝れますね、これは、はい、ではお疲れ様でした、ありがとうございました、さよなら、石成チャンネル、ちょっとマッチだけ食べましょうか、いいですか、食べさせてもらって、はい、飲んでもいいねんけど、食べた方がうまいやろ、食べさせていただきます、食べた方が飲んだ感じするから、食べた方がうまいですね、うん、マッチめっちゃいい感触っす、同じ道通ってるからな、食べるとこも飲むとこも、じゃあ飲むって言ってもいいですか、でも食べるって言った方が染み込む感じするからどうでした、石成チャンネル、はい、ただいま帰りました、疲れた、ちょっとね、だいぶ気持ち高まったんで、高まった気持ちを、プロテインで固めたいと思います、お疲れ様です、あれそのトランクス履いてんだよ、お疲れ様です、そのトランクス履いてるの、いや、あれもトランクスですよ、もうボクサーパンツとかその世代でトランクス履くんや、うん、かわいいな、まあまあまあ疲れましたんで寝たいと思います、まあちょっと最後プロテイン食べて、これがほんまに食べてるってことになるんじゃないですかね、タンパク質やから、逆に飲むって言ったのかな、まあでも食べてありますわ、はあ、高まる、石成チャンネル、これからも、ライブとよろしくお願いいたします、ちょっともうヘトヘトでございますので、9時間27分だけ、まあ途中もしかしたら7分ぐらい起きるかもしれないですけども、まあそんなこともあってもいいじゃないですかというか、まあそうね、そこまで細かい睡眠はねコントロールできないので、まあまあまあ、その辺は何とも言えないですけども、まあまあ寝るということはね、素晴らしい、寝ない日はなかなかないんでね、味わいたいと思います睡眠は、西成、西成、西成チャンネル。